はい、皆さんこんにちは。シノビーズはようこそ。さあ引き続き風原さんにいろいろお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯しましょう。はい、乾杯。乾杯。風原さんはドイツのご出身。そうですね。ですね。ビールが大好きということで。ポストと言います。ポスト。はい、はい、ポスト。ポスト。ポストということでですね、まあどちらかというとあれですね、アメリカよりもヨーロッパにこう文化的には経験もおありということで、やっぱり日本のマーケットとか日本人の考え方とかってどうしてもこうアメリカ中心っていうか、まず外国っていうとアメリカみたいな。その通りですね。外国人っていうとアメリカ人っていうね、そういうこうすごい偏見というか先入観があると思うんですけども、ヨーロッパの企業に投資しようと思ってもなかなかその日本の個人投資家ってアクセスするルートがないっていうのが現状ですよね。そうですね、はい、なのでところが実は、まあ、車の会社を見ていてもブランド品を見ていても日本人って意外にヨーロッパの商品を使ったり、ヨーロッパの会社はよく知ってるけれどもアメリカの会社はあんまり知らないとかっていうことがあったりするわけですよね。そうですね、うん、ブランド等もそうですし、もっとですね、歴史的に紐解きましても、文学ですとか音楽ですとか、やはりそのヨーロッパのものが西洋文化としてですね、元々はね、日本にはかなり広まっているというふうには思います、うんうん、それと同じようにブランド名等もですね、うん、ヨーロッパのものも、アメリカもいろいろございますけれども、ヨーロッパのものも日本ではかなり有名なものはあるんじゃないでしょうか。なるほどね。そうなんですよね。だからもっと投資をしたいなっていう人がいても、例えば、ね、BMW とか上場してるわけですよね。そうですね、はい、あるいは、どこですか、ポルシェとか。その通りですね。あるいはルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーとか。その通りです、プジョーですとか、プジョーとかいろいろあるわけですよね。日本の人気 の, ブランド車等というのはヨーロッパの市場を中心に、上場されてるわけですね。それはじゃあ今日本の個人投資家がもしそういう会社に投資したいと思ったらどういう方法があるんですかね。これは私もあまり把握してない部分はもちろんあるわけですけれども、仕事の面は全く離れまして、個人の印象としましてはですね、はい、まず日本 の, その特にそのオンライン証券と言われている、個人投資家向けの証券会社で、はい、その欧米特にそのヨーロッパの株式です、ね、の投資をできるような体制を整えているというところはほとんどないんではないかと。直接まだ投資をできるようにはなってないですよね、はい、ですから私どものところにもですね、仕事の方でいろいろとたまにですね、その個人投資家からその電話がかかってくることもありまして、いやこの株式もしくはですね、この会社のオプションを取引したいんだけれどもどうすればいいのかというようなことを聞かれることがあります、はいはい、で結局はですね、語学力があるような方はどうもですね、海外の証券口座を作って、海外に証券会社に、ね、口座を作って、はい、取引はされているという感じですね、はいはいはい、そしてやっぱり日本の証券会社でネットで使ってっていうのはまだ、アメリカにやっとつながったっていう段階 で、 その通りですね、アメリカとか、せいぜい香港ですよね、まだユーロ市場にはアクセスできる方法があまりないと、というふうに私は理解しております、うん、はい、あるいはアメリカの市場に上場しているヨーロッパの会社に、アメリカ市場で投資を間接的にするとか、そうですね、そういうやり方になっちゃうんですよね。ただそうしますとですね、日本 の, その上場銘柄をですね、はい、アメリカでニューヨーク、私も例えばニューヨークで上場している場合にですね、そちらで取引してその東京では取引しないというようなことになりますので、あとクリアリング面ですとかいろいろな問題が出てきますので、なかなかですね、複数の取引所で同じ銘柄を取引するのは難しかったりするわけですね。そういう制約もあるわけですよね、はい、なるほど。ですから、やっぱりもうちょっとヨーロッパユーロ圏にこう投資の目を向けるというか、そういうことが重要じゃないかなと僕は思うんですけれども、そういえばあれですね、ユーロに関して風原さんの個人的なこう、僕はユーロってよく言われるのはその金融政策と財政政策の何ですかね、こう分離があるんで、そこがね、地名こう投資家に使われるんじゃないかっていうのよく言われる議論ですけれども、それ個人的にどう思われますか。いや、個人的にはですね、全くその通りだと思います、はいはい、2008年に起きましたことを見ていますと、結局はそれ
EU っていうのはそのいろんな国が一緒になってるわけですけれども、結局は自分の国の銀行を守ろう、自分の国の自動車会社を守ろうっていうふうに各国政府が動いてしまったのかなっていう気はちょっとあります。なるほどね。ただですね、そういう中にあっても今年に入りましたから、例えば東欧が危ないということになりますと、フランス、ドイツ等が温度を取ってですね、東欧諸国を援助といいますか、サポートしようということはきっと出てくるわけですので、一概にですね、財政政策はバラバラで、通貨政策は一つとは言えないんではないでしょうか。なるほど、そうですね。ですから、若干脆い面もあるかもしれないけど、そんなに本当にバラバラなわけでもないよと。そうですね。だからやっぱり文化的につながってる部分がこう あるんですよね、根本でね。はい、文化的にもそうですけど、結局ですね、ユーロというものを媒体に経済的に本当にですね、一つにどんどんインテグレートされていますので、バラバラにできないわけですね、今更ね。はい、もう後戻りはできませんし、あとはもうユーロとしてもう皆さんユーロご存知ですし、エスタブリッシュされてると、もう確立されてる部分もあると思いますね。はいはい、なるほどですね。ということで、話は尽きないんですけれども、もう一回プロースト、はい、ポーストということで、また引き続き笠原さんにお話を伺いたいと思います。ありがとうございました。